なんとなく。ソニックになってきた。何これ。これもう明らかに味でしょ。この辺の最近の中国人とか。あそこがおかしいんだ。横浜がものすごい。横浜がもう変なおっさんばっかり。変な中国系のおっさんばっかりで。タクシーの運転手とか、大日の清掃員か。すごいことになってますね、みんなが遊んでる間に。これはすごいな。立川がすごいのかな、やっぱり。立川と。地下はなんかもう黒人だらけですね。黒人とのハーフがすごいですね、立川は。これはちょっと一回混ぜるとどうしようもないですね。千葉県警とか神奈川県なんかも論外ですね。これひどいね。バカじゃないのこれ。黒い人がやってんだな。何これ、バカじゃない。本当に何ね、どうしようね。日本人じゃないよねこれ。これ日本人がやってんじゃないよねこれ。絶対ユダヤ人がやってんだよね。よいしょ。なんか日本人のせいにしたけどね。結局ユダヤ人がすごい。アラブ人とユダヤ人と西新宿がすごいな。こんなバカみたいな趣味の小田急か。先週はチャイニーズがいたのに今日は普通の日本人になってました。先週は香港系の中国人がいたのに、バカっぽい中国人がいたのに、今日は、バカっぽい中国人の女がいたのに、今日は普通の真面目な日本人の人でした。何これ。これって平井小岩、小岩と小岩、江戸川区小岩平井の三角形、中野区。バカじゃないの。本当にバカなんじゃないこの人たち。カードキーね。何これ、無記名。落とされたら困るのかしら。どっかで持ってかれたら困るから、
綺麗にしてるのかな。何のダキセンチュリーホテルのマークはありません。印刷されてません。今茶色に、茶色の汚い壁に白い目のデザインのドア、西新宿小田急センチュリーホテル。へえ、奥に見えるのは他のフロアですね。あ、他のフロアっていうかエレベーターですね。一番エレベーターに近い、よく見えるエレベーターがよく見える部屋ですね。茶色の壁のドアに、シルバーのドアスコープなのでというデザインなので、茶色い肌の人でシルバーの人の、高齢男性の方が覗いたような趣旨のデザインかな。それをドアスコープから見たら、この、平井、江戸川平井小岩林前さんがいなくなったところですね。林前さんの小岩駅前、小岩駅前、平井、これはどこだろう。この辺が鹿骨町かな。今ここかな、この部屋かな。今35いくつだっけ。私の部屋はどこだったっけな、どこだっけ。355なのかな。357。357、ここから見たエレベーターホールがどこだろう。小岩駅の南から篠崎、江戸川区の南ぐらいまでかな。また今度調べなきゃいけないけれど、そこのエレベーターを見てた人は、黒い肌の茶褐色の肌のシルバーの目だから50、60代の男性ですね。それが何かこの平井小岩駅の南から、何かを見てたんでしょうね。これ小田急のホテルはいつだったのか分かりませんけれども、このエリアは、ユダヤ人が、アメリカ系のユダヤ人のメディアがたくさんいたので、おそらくその関係かな。それを何か見てたのかなと思います。すごいですね、これはもう丸見えですね。鹿骨町と、すごいな。